あまりこう無理をしないというか、無理して引っ張ってこないみたいなことを考えてます。だから非常に僕の中を、僕のエイジというかそういうものを通して、ナチュラルな美しい日本を表現するということで多くのことが語れるんじゃないかなというふうに思ってます。よく日本はっていうとディテールから入ってしまう、例えば装置から入ってしまう、でそういうことではなくて、すごくそういう概念的なものが空間に反映されたら、そのこれを見てくださいよっていうような和じゃないんだけど、和の概念を感じてくれたりとか、和の考え方を体現してくれたりとか、なのでいわゆる表層的な和ということは、あまり気に しないでですね、もっと関係性とか相互性みたいなことに気を使いながら、非常にこう、いろんな要素が混ざり合うっていう面白さをですね、表現できたらいいなというふうに思ってます。だから日本のコーヒースタンド出せばいいんだよっていうのは、日本人だとなんか日本がコーヒーってちょっと恥ずかしいと思うので、そうじゃないみたいな、日本のコーヒーっていうのはすごくレベルが高いと。だからイタリアとかもちろんアメリカとかでも最近はそうだけど、もっともっと日本のが美味しいんだ。できれば毎日寄ってもらいたい、週に1回寄ってもらいたい、そういう日常使いをしてもらえるような日本って何なのって、で多分そういうものってたくさんあると思うんですね。でそういうものがやっぱり、まずベーシックにありながら、そのこう花火が上がってくるみたいな、そういうイメージが、すごく望ましいんじゃないかなと思いますし、逆になんかそういうものが日本にもあっていいんじゃないかなと思うようなものにしたいと思って。